はい、皆さん、こんにちは。歴、えー、レクセン講師の森山です。 先日、ですね法務省の方から受験申請の受付延期についてのお知らせ、これが出ましたので、私のほうから少しお話をさせていただきたいというふうに思います。ちょうど今、私がお話をしているのが4月25日ですから、ちょっと2日前ということになります。まず、どんなお話が出たのかということを確認だけしていきますけれども、まず5月1日のところから5月18日までの間が受験申請、こちらが予定されておりました。7月5日が本試験で 5月1日のところから受験申請これが始まる予定でしたけれどえこれをでええ一旦受付延期するといった話です。 でまあ、下の方でもですね5月1日から受験申請は当面控えていただくようお願いしますというふうふに書いてありますで、まあ、確認をしたところですね5月1日にこう来ても受け付けてくれない郵送ですからこれはまあ少し申請をお待ちいただきたいというふうに思いますでいつ判明するのかという話になりますが一番下の方5月中旬をめどに法務省のホームページの方で公表する予定ということでそれが公表され次第私の方でもレックの方でもですねまた皆さんにお知らせはしたいというふうに 思いますからその辺りは情報にこうアンテナをですね貼っていただければというふうに思いますでちょっと気をつけていただきたいのがこちら受付が延期されただけであって試験自体が延期されるということは書いておりませんから7月5日 の筆記試験の実施の可否について判断することが困難な状況だということでやるかやらないかを今、考えている延期するかどうかを考えているそれについても5月中旬をめどに発表するとこういうことなんですねですから受験申請をとりあえず一時見送っているだけであって試験自体が延期ということが決定されたわけでもないし中止というわけでもないし当然、そのままやるということも念頭においてここまでお知らせが出たということでは ありますこれどういうことなのかというと、えー、まだ判断できないと、まあ、そこにも判断が困難なのでというふうに書いてありますが、えー、まだ、えー、ちょっと判断ができないとやるかどうかを判断しないということですね。で法務省の方も、えー、こう自分でですねこれは あの司法試験なんかの場合には時期があれでしたけれども、少々し7月ですから、まだちょっと独自には判断できないので、例えば緊急事態宣言が5月6日で終わりますが、それがこう延長されるのかどうかというのを見てから決断するということだと思いますね。ですから、例えば学校なんかもそれで、そうちもです、ね、子どもがおりますが、5月7日以降、学校に行くのか、休校になるのかということで、まだ判断されてませんから、それと同じように、法務省の方でもですね、 試験をやるかどうかを判断できない困難だと書いてありますからちょっとその様子を見てから判断するということですね、政府。 そちらのですね緊急事態宣言などの様子を見てから判断しようということですのでこれはまあ、その実際に法務省からどのような発表があるのか5月中旬の発表を待つということが必要ですから今、延期されるだろうとか中止かもしれないとかいろいろ考える必要はないかなということになります。で5月中旬に発表さされれるとというこでですから皆さんはそれまではそま 直前期のつもりの勉強を続けていただきたい今、予定している勉強今やっている勉強をそのまま継続していただきたいというふうに思うんですねそれは今言ったように延期が決まったわけではありませんから受付があ遅れただけですからそのままやる可能性すら残っております。 でその時にですねこういう状況で試験やってどうかということは思いますが、まあ、一応、やる可能性があるでその時に勉強がですね遅れてるっていうことにならないようにするためには後悔しないようにするためには今、きちんと直前期の勉強をしておく必要がありますでそれからもう1つは目標が定まってないと勉強しにくいですよねですから今の状況っていうのはいつやるのか延期されるのか分かってないで唯一分かっているのは7月5日が元々の予定でそこでやる可能性はまだ残っているということなので それを目標に今勉強を続けていただきたいというふうに思いますね7月5日にやるにしろ延期するにしろ今目標は7月5日ですからあ合格しようというふうに思ったらその予定はちょっと変えないでいただきたいというふうに思いますで目標がないとなかなか勉強できないですからゴールがどこだかわかんないで勉強するのは非常にこう精神的に辛い状況ですどこまで走ればいいんだろうだから今は目標は7月5日というふうに捉えてくださいで、えー、5月中旬に試験 のこれからの予定がホームページで発表されるということですから、そしたらそっからまた考えればいいです。例えば延期されるというのであれば、また予定を変更する必要はあります。例えば、えー、試験が1ヶ月先か2ヶ月先か3ヶ月先か延期される時期によってやるべき勉強も違ってきます。例えば今ラスポスパート言った形で勉強しておりますが、これですね3ヶ月も続けてられないです。だから今こうじゃ最後の暗記をしていこうって時に。 もうちょっとこうしっかりした理解に戻ろうとかもうラストスパートでもう息切れするぐらい今走っているその状態を一旦ペースを落とそうとかそんな形になりますのでその発表されてからまた考えるというふうにしてくださいだからとりあえず5月の中旬までは今走っている状態を計測していただくこれが一番いいかなと思います。で発表されたらその時にこう考えて いただきたいというふうに思いますねでその時にまた法務省が態度を見せてくれますからそれに応じた予定これをその時に立てればいいのであって今は今まで通りの勉強を続けていくということが必要だと思いますで、えーまあ、私も個人的にもそうですがもうちょっとはっきりしてほしいというふうな気持ちはありますそれはもうこのことだけではありませんしさっき言ったあの学校のことでもそうです子どもの学校なんかでも、えー、もうちょっと、えー、いろんなことを ちゃんと決めてししいし、えー、もっとなんかいろんなですねオンライン授業なんかもあるはずですからそういうのもやってほしいなというふうには思うんですが、まあ、それはあ個人的に感じてはおりますが、まあ、言ってみても致しいた方ない状況ではありますで皆さんもですね私もそうですけれどもそういういやりきれない気持ちだとかあいろんな怒りだとかああいうことはあると思うんですけれども、えー、もうちょっと態度見せてよ。 それはありますただ、例えば私たち講師がですね、試験終わった後に、こんな問題はおかしいじゃないかって文句言うことはあります。でもやはり、合格しようというときに、その、うん、気持ちをですね、ぜひ勉強の方にぶつけていただきたいと思います。その気持ちはすごく分かりますし、私もそういう気持ちでおります。ただ、やはり、それはですね、受かろうと思ったときには、すべて勉強にぶつけるということが大事ですから、しっかりこう勉強の方に、冷静を保って、 まあ難しいですよ、難しいですけれども、ぜひそんな気持ちで勉強していただきたいというふうに思います。で、えー、まあ まあ、子どものことだとかもそうだし仕事のことだとかあるいは感染してしまう不安だとかいろいろあると思いますでその中で勉強を続けるってやっぱり困難ですよねそれはすごくわかりますですからなるべくこう勉強するときには勉強に集中するという気持ちを少しでも持っていただいて勉強していただきたいというふうに思いますで5月中旬まではしっかり今のとおりやってくださいとしか言えませんそれはわからないからわからないものをですね推測してやるというのは えー、よろしくないですのでしっかりまた発表を待ってから計画を立てていただければと思いますまたその時にはですねレックの方でも、えーまあ、私たち講師がこういうふうにしたらいいんじゃないかといったことはするしあの、まあ、個人的にもですね1人だけでは何もできませんがあレックにも、えー、運の講師とか根元講師とか みんなでこう何ができるかということを協議してるしスタッフもできることをやっていこうという気持ちでおりますからぜひそのあたりしっかりですねサポートしていくということは延期されたとしても変わりがありませんからぜひその時にまた話を聞いていただければというふうに思いますそれではそんな形でぜひお知らせということではありましたぜひですねま5月中旬また発表がありますからそれまでできる限りこう集中して勉強していただきたいというふうに思います。 それでは頑張っていきましょうね。お疲れ様でした。